州第6号のホームランです。お疲れ様です。KT です。今日は7月の8日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけで7月に入っていいとこなしの広島カープではありますけどね、まあ今日は切り替えて明るい話題をということで考えたんですけども、そういうわけにはいかずということで、ここからですね、カープは、なんと約1ヶ月間7カード連続で屋外球場での試合ということになっておりますね。選手の体が心配です。はい、で、真夏の超過酷日程、過密ではないんですけども、過酷日程ということで、まあここ最近のカープのね、本当に、ちょっと辛い状況の中で、泣き面に蜂ということで、選手のね無事を願うだけというふうに書かさせていただいたんですけども、なんと今週の週末土日は、マツダスタジアム昼の試合ということになっておりますので、これはちょっとね、万が一のことが起きたら、この日程を組んだ責任者なんかのね、責任は相当重いんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ今のね、日本で7月の2週目かな。で、屋外での気温というのはね、ちょっと考えれば予想できるものなので、もう本当にね、勝敗も大事なんですけども、選手、それから、現地に見に行ったお客さん、その他関係者ですね、各球団の、関係者もそうですし、スタジアムでね、いろいろ運営してくれてる、売り子さんであったりとか、まあその他ね、裏でグラウンド整備やってる人とか、それからボールボーイなんかもね、あのグラウンドの中でずっと、座ってね、ぼーっとではないんですけども、見ているっていうのは結構ね、こう消耗していくんでね、私も高校野球1年生の時なんかはね、そういうボール拾いなんかも経験ありますけども、こうなんかね、こう人とも喋らないですし、もう地面に近いところで座っているんでね、余計熱く感じるということで、まあそういうあの関係者の皆さんがね、本当に何事もなく終わるというのを、これ2日間ね、もうそこだけですね、はい、もう勝敗も大事ですけども、本当に何もなく終わるということを願っております。はい、で、無理やり明るい話題でいきますと、オールスターのところでですね、監督推薦6選手が選出ということになっておりまして、まあ、ここもね、動画の中身の方で、触れていきたいんですけども、まあ、投手、それぞれ、投手、野手ですね、それぞれ3名が出場ということになっておりますんで、まあ、ファン投票の方ではね、0人というところがありましたので、しっかりね、体休めれるかなと、そういう意味でね、オールスター明けはカープ有利になってくるのかなというふうに、ちょっとね、変な企みを持っていたんですけども、まさかの監督推薦で、これでチーム、セ・リーグ最多になってくるのかな、まあ、それぐらいね、選ばれてしまったということになりますんでね、ちょっと体を休める時間が、取れるか分かりませんけども、まあ、選ばれているということなので、まあ、間違いなくね、カープの主力の選手たちなので、なんですかね、体力を回復させながら、このオールスターの雰囲気を楽しんでいただき、まあ、吸収できるものを、ね、吸収してきてほしいなというふうに思います。まあ、メジャーなんかね、こう選ばれてもピッチャー投げないよということがありますんでね、日本の野球も選んだから投げさせなきゃいけないということではなくて、必要でなければ投げさせないと、大瀬良投手なんかね、投げさせないということもあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、それでもね、3日4日、一応オールスター休みというのがありますんで、まあ、練習でね、1回2回ブルペンには入ると思いますんで、それぐらいの調整の感じで、ブルペンといいますか、マウンドにね、上がってほしいなというふうに思いますんで、まあ、栗林投手なんかはね、本当にこのサムネイルの端っこにいますけども、ちょっと表情が硬いかなという感じでありますんで、ちょっと休んでほしかったなというところはあるんですけども、まあ、選ばれたんでね、これはもう一つの、名誉とね、いうところもあるんですけども、プロ野球選手としての仕事として、しっかりね、やってきてほしいなというふうに思います。はい、で、そんな中、森下投手はね、選ばれなかったということで、これはまあ、不幸中の幸いといいますか、良かったなというふうに思います。で、明日、先発というふうにね、予告先発出ております。で、そんな中で森下投手は、チームの窮地を救うということで、自身もですね、ここを乗り切ったら、優勝に近づくというふうに分析しておりますんでね、自分に、追い込みをかけて調整をしてくれておりますんで、明日、森下投手の、ナイスピッチング、それからナイスバッティングでね、勝利に導いてほしいなというふうに思います。バッターの方は野手の方もね、頑張ってほしいんですけども、森下投手に期待したいなというふうに思います。
はい、で、巨人戦は自身で今7連勝中ということでね、まあ、相性の方も、非常にいいということですし、マツダスタジアムでは、現在無双中、36イニングス無失点というところを継続しておりますので、まあ、相性でいきますとね、ドラゴンズ対カープの相性で、本当に金土日は相性そのまんまの、結果となりましたんで、相性はそのまま出るというふうに思いますので、明日からのジャイアンツ戦も、相性というところでね、戦っていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、本日の、ね、中身入っていきますと、もうこの過密日程といいますか、過酷日程かのところでね、見ていきます。で、上にね、ちょっとちっちゃく書いてあるんですけども、まあ一応カープ首位ではいるんですけども、ジャイアンツに追いつかれ、タイガース、DeNA も、1ゲーム差にいるということで、もうなんか追われる立場というよりは、対等のね、立ち位置になってきたんで、まあ逆にこう身軽さといいますかね、変なプレッシャーを感じずに済むのかなというふうに思いますので、もう一回ね、改めてこのカープの、挑戦者側の、ね、立場で、これからペナントレース進めていけばいいのかなというふうに思っております。はい、で繰り返しになりますけども、明日から7カード連続でドーム球場なし、屋外球場での試合ということになっておりまして、週末土日はですね、昼間の試合、14時と13時半かな、プレイボールということになっておりますので、本当に、現地このチャンネル見てる方でもしね、現地行かれる方いましたらですね、本当にね、気をつけて行ってきてください。まあ暑いね、この太陽の下で、キンキンに冷えたビールを飲むというのは、まあ、一つ美味しいところもあるとは思うんですけども、まあ、アルコールはね、水分補給にはならないというふうに言われておりますんで、まあ、ビールを飲んだ分、お水も飲みながら、こう熱中症対策をしてですね、乗り切ってほしいなというふうに思います。で、これでまたね、試合が盛り上がってしまいますと、お酒もどんどん進んでいくというふうに思いますんで、まあ、カープうどんとですね、一緒にお酒を進めていけばですね、塩分補給もできるかなというふうに思いますんで、水分、塩分、アルコール、うまくね、バランスをとって、食べたり飲んだりしてほしいなというふうに思います。本当に、気をつけてください。これはね、ありえない日程だと思っておりますんでね、ちょっとこれはカツを、入れておきたいんですけど、来年こんなことはないようにね、なんか事情があったのかな、昼間に組んだのは。さすがにでも7月の13、14でですね、デーゲームというのはね、ちょっと考えられないんでね、気をつけてほしいなというふうに思います。はい、ということで、日程の方を今ね、ここら辺にちょっとちっちゃく出しておりますけども、ちょっとね、変則的な日程になるということで、15日かが海の日になるのかなということで、祝日ということでゲームの方が組まれておりまして、その代わりに今週の木曜日はね、秋日ということになっております。まあ、なのでマツダスタジアムで3試合やった後ですね、横浜に場所を移して、ベイスターズとの試合ということになっておりますけども、まあここでね、ローテーション1日ちょっと変則的なところになりますんで、先発ローテーションは変更していくのかどうなのかというところではありますけども、ごめんなさい、ちょっと咳をします。はい、失礼しました。はい、ということで、まあ先週かな、タイガース戦投げ終わった時点で、アドア投手がね、登録抹消ということになっておりますので、まあ、このアドア投手、再登録はね、月曜日可能になりますので、ここでアドア投手を、再登録して投げさせるのか、あるいは、他のピッチャーはね、森投手であったり、他今、頑張ってるの誰か、ちょっと把握できておりませんけども、他のピッチャーで、行くのかというところが注目されますけども、まあ、どうなるのかなという感じします。で、まあ、アドア投手をね、ワンチャン抹消せずにですね、タラレバの話になりますけども、1日ずつずらしてね、木曜日担当のアドア投手を金曜日、金曜日の、床田投手を土曜日、土曜日の大瀬良投手を日曜日、日曜日の玉村投手を月曜日というふうに回す選択肢もあったというふうに考えると、アドア投手がここで抹消されたのは単に月曜日に回すということではなくて、他のピッチャーが投げるという可能性もあるんじゃないかなというふうに思っておりますけども、その辺もし報道がすでに出ているようでしたらごめんなさいということでね、勝手な憶測を喋っております。はい、で、オールスター明けの、またね、先発ローテというのも考えていきますと、まあ、監督推薦で、ピッチャーね、3名、まあ、先発ピッチャー2名ですね、床田投手と大瀬良投手が、選ばれておりまして、まあ、その他でいきますと、栗林さん、坂倉さん、小園さん、秋山さんというふうにね、選ばれておりまして、まあ、いろんなね、意見がありそうな、この選出、まあ、岡田監督が選んでいるということもありますので、ちょっとね、カープの選手を、みたいな、なんていうんですかね、ちょっとそういう考え
ぐってしまうところもあるんですけどね、あの坂倉さんとか秋山さんとかちょっと、そこまでの成績ではないんじゃないかというふうに思われるところはあるんですけども、まあ、エスコンかちょっと北海道への移動というところもあって、まあ逆にね北海道でリフレッシュ、こう心身ともにリフレッシュしてくれればいいんですけどね、そういう移動の負担なんかも考えるとちょっと、4日間のこのオールスター休みというのは本来であればあったんですけども、いろんな負担になるというふうに思いますんでね、うまく疲れも抜いてきてほしいなというふうに思います。はい、ということで改めてオールスター後の先発ピッチャーというところをね考えていきますと、まずはオールスター後のカードでいくと神宮球場でのスワローズ戦ということになります。でオールスターの2戦目が、神宮球場ということになっておりますので、このオールスター選ばれた選手は、25か24日がオールスター神宮球場で、26が神宮でスワローズ戦ということになっていますので、25に、広島に帰ってくるのかな、そのまま滞在するのかな、ちょっとねその辺分かりません、選手に任せるのかな、自由なのかちょっと分かりませんけども、まああの神宮球場が続くということで、始まっていきますけども、まああの金曜日担当、それから土曜日担当の床田投手、大瀬良投手がまああのオールスターにね選ばれているということになりますので、まあ神宮でのねこの金土日をですね、あの今火水木で担当している、森下投手、栗投手、玉村投手というふうにつなげていくのではないかなというふうに今予想しております。まあ、森下投手ね、栗投手オールスター選ばれておりませんので、明日明後日の登板で一旦終わりと、明日明後日じゃない、来週までありますね、来週の火水での登板で一旦間が空くということになりますんで、まあ、オールスター休み明けの金土ねこの2人で行って、玉村投手は日曜日担当、そのままで中6日でももうちょっと頑張ってもらうという形でいいのかなというふうに思います。で、床田投手、大瀬良投手はですね、まあおそらくね今の日本のこのオールスターのあり方でいくと、1イニングぐらいは投げさせられるかなというふうに思いますんで、まあ無理やりね、オールスターで、北海道で投げるのか神宮で投げるのか分かりませんけども、中2日とか3日で投げさせるよりは、もう一回ね調整して1週間後でもいいのかなというふうに思いますので、もう一回床田投手を火曜日担当に戻してという形でいいのかなというふうに思います。で、床田投手火曜日の時の方が、まあ、状態といいますかね結果としては良かったので、まあ、本人はねあんまりそこは関係ないというふうに思ってるとは思うんですけども、まあ、あのこう縁起じゃないんですけど、そういうのを担いでもう一回火曜日に戻して、勝ちをね重ねていっていってほしいなというふうに思いますんで、金曜日森下さん、土曜日栗さん、日曜日玉村さんで、火曜日が床田さん、水曜日大瀬良さん、木曜日に、まあ、アドア投手なのか、もしくは来週ね月曜日投げるピッチャーなのかというようなローテーションになっていくというふうに私は予想しております。はい、というようなね感じではあるんですけども、まああのもう一回ね話戻してしまって申し訳ないんですけども、オールスター休みを挟むは挟むんですけども、それでも7カード連続屋外での試合というのはちょっと心配ですね。まああのナイトゲームには変わっていくと、その今週の土日の試合以外はね全てナイトゲームにはなってくるとは思うんですけども、選手のね体への負担というのは本当に心配になります。でその負担が増えると、屋外球場だから負担が増えるといくと、先発投手の方が大変なのか、それとも中継ぎ投手の方が大変なのか。でもね先発投手中継ぎの方があのちょっとね過酷なイメージありますけども、それでもね気温の高いところでやっぱり100球とか投げてくるとふくらはぎがつったり、お尻のあたりがつったりということに、ね、なりそうなので、先発ピッチャーの負担もね十分に増えるのかなというふうに思います。で野手の方もですね、やっぱりこうスプリントを繰り返すですね、ダッシュを繰り返していくと足がつったりという現象が起きると思いますんで、この辺をねうまく、ピッチャーも含め野手も含め、一軍登録の入れ替えなんかをね行いながら、乗り切っていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあそういう意味でいくとね、まあ普段から、昼間の試合に慣れている2軍選手というのはですね、屋外球場でねやり慣れていますんで、2軍の選手なんかがうまく対応できるのかなというふうに思いますんで、まあ外に慣れているというのも関係なしにして、今の状態を見て一軍に置いておけない選手もちらほらいるような気がしますので、そういう状態を見ても、まあ、必然的にね入れ替えは行いながら、乗り切っていってほしいなというふうに思います。ちなみにしまった、今日調べるの忘れた、今日はカープ抹消とかあったのかな、ちょっと今調べますね。
競合の公示でいきますと、出場選手登録抹消、ヤクルトスワローズサイスニード選手投手、のみとなっておりますんで、7月に入ってね、1勝5敗のチームでありながら、特に入れ替えは行わなかったということになっておりますんでね、本当に大丈夫かなという心配しか残りませんけども、はい、ということで、まあ、乗り切っていかなくちゃいけないということで、まあ、状態、なんですかね、その暑さを乗り切る意味でも入れ替えは必要ですし、当然選手の状態なんかを見ても、選手の入れ替えというのは必要になってくるのかなというところなんですけども、中継ぎピッチャーはね、もう皆さん、頑張ってくれておりますので、なかなかここの、入れ替えというのは難しいということを考えますと、まあ、なんかこう輪番制っていうんですかね、こう順番に、もう投げていくというのでも、もうこのね、屋外球場が続くという状況ではもう致し方なしという感じもします。もうそういうのはですね、もうあらかじめ投げない日というのは設定してですね、今3連投はなくそうという動き、それからブルペンでの球数を減らそうという動きはあるんですけども、まあ、今日は絶対オフだよというのが分かっているとね、体の状態作りやすいかなというふうに思いますんで、まあ、そういう日も設定しながら進めていってほしいなというふうに思うんですけども、実際ですね、まあ、延長戦考えてね、どんどんピッチャーを使っていくと、最初からオフというね、ベンチに入っている以上最初からオフというふうに宣言するのはね、難しいのかな、まあ、1人ずつだったらね、いけなくはないのかなというふうに思うんですけども、まあ、なかなかね、緊急事態なんかを考えますと、一応準備だけはしといてくれというような試合もね、何試合かあるのかなというふうに思いますね。この辺は難しいかなというふうに思います。はい、というところでいきますと、まあ、私の考える今のリリーフの序列でいくと、やっぱり栗林投手のね、絶対的なところは昨日打たれはしましたけども、打たれたというよりは、まあ、本人はね、一人相撲してしまったというふうに言っておるんですけども、まあ、そういうところはあったんですけど、それでも揺るぎないところです。で、次に、まあ、黒原投手が出てきたときは今一番安心するかなというような感じがして、あとは堀江投手、森浦投手のコンビもですね、ここ最近はいい状態できている。で、その次ぐらいに島内投手がいて、矢崎投手がいて、川野投手というふうにつながっていくのかなというふうに思っておりまして、まあ、ただね、この川野投手までは、勝ち試合でもね、十分、投げさせてもいいというふうに、まあ、結果的にね、それを打たれることもあるとは思うんですけども、まあ、今の、今シーズンの働きから見たら、全然ね、勝ち試合で投げさせても全然問題ないというふうに思いますんで、この辺の2、4、6、7人ぐらいのピッチャーで、しっかりですね、勝ち試合も含めて、体力を、の様子を見ながら、乗り切っていってほしいなというふうに思います。で、その他、まあ、コルニエル投手もね、状態としてはいいかもしれないんですけど、まだね、ちょっと1軍で、安定した試合を連続して見ておりませんので、まだね、ちょっと勝ち試合でじゃあ投げていいよというふうには言えないかなというふうに思うんですけども、まあ、そのコルニエル投手はじめですね、他の、2軍にいる、中継ぎピッチャー含めですね、その辺はもうちょっと入れ替えなんかも試合に入れながらですね、乗り切ってほしいなというふうに思います。もうとにかくね、この7カード連続、屋外球場、しかも今週の土日は、昼の試合ということで、もう本当に怪我だけね、怪我とそれ以上のね、アクシデントみたいなことが起こらないように、乗り切ってほしいなというふうに思いますんで、選手の皆さん、それから、ファンの皆さん、頑張っていきましょう。失礼しました。はい、ということで、まあ、いろいろね、言ってきましたけども、まだね、梅雨は明けていないのかなというふうに思いますんで、まあ、昼の試合ということもありますけども、じゃあ気温がどれぐらい上がっていくのかというところを確認してきますと、ドンということでね、天気予報、週間予報、広島地方を調べました。はい、ということで試合がやれそうなのがどうやら明日ぐらいかということで、明日と土曜日曜日かぐらいかというような予報になっておりますんでね、今日私が心配したことはですね、まあ、ほとんど、意味がなかったという動画になってしまってね、大変申し訳ないんですけど、この次の週なんかね、まだ調べてないんですけども、この次の週で行くとと、横浜、それから甲子園ということで、ここもね、まあ、屋外球場ということで、雨が絡んでくると、6試合すべてね、することができないかもしれないということになりますので、まあ、その辺もね、含めてなんとか、乗り切っていってほしいなというふうに思います。なので、今週に関しては、今ね、この動画で心配したことは一切起きない。ただね、こんだけ雨が続くと、ちょっと無理してでもね、試合を開催しようという流れが起きますので、そういう意味ではね、グラウンドコンディション不良による、怪我と
というのは気をつけてほしいですし、逆に中止がですね、これでまた、1試合でも2試合でも続いていってしまいますと、9月の、ね、日程がどん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 過密になっていくというような形になってしまいますので、ね、できれば試合は進めていきたいんですけども、今のカープの状態でいくと、雨天中止も、ウェルカムということで、ちょっと、ね、乗り切っていって、なんとか、オールスター系ぐらいに末金選手が復帰できそうだという話なので、末金選手にまた起爆剤となってもらって状態を、戻すということなので、今週来週はなんとか5割でね、乗り切っていってほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。アードコーダーいろいろ喋りましたけども、天気予報を見たら全てひっくり返るというオチの今日はね動画ということで、お許しください。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあね、明日と言いますか、試合中止が決定するまでは、試合はあるものだというふうにね、メンタルを整えておくというのは絶対的な状態だと思いますので、現時点では何も中止は決まっておりませんので、明日からのジャイアンツ戦、それからスワローズ戦、なんとか5つ、悪くても4つ取れるようにね、頑張っていこうということで、やっちゃれ！はい、ありがとうございました。失礼します。